さあ、それでは続いていくのはまだわらび勢の方ですね。神田とひろし、あとわらび。まあ、ひろしさんではない、ひろしさん。あのミクシーのコミュニティもあるひろしさんですが、ひろしさんではない。だけれど、偽物っていう割に最速でクリスを取るあたりはさすがだと思うんですけど、はい、とイメージとしてはリョウなんですが、リョウ、あ、ウラシェルもそうか。あー、なるほど。ヒロシさん、あと俺、ヒナコかなんか使ってたイメージ強いんですけどね。あ、ヒロシさん自体はそうですね。ですよね。ヒナコとか、まあ、カスミもちょこっと使ってたかな。あー、あと山崎か。あ、かそうですね、そこら辺ですよね。で、ルイコさんはさ、クーラの保護者とクローンその2。表2とかあんまり見たことないですけどね、ルイコさんの。ないですね。あ、村と言いながらいきなり中央弾ダブルアップしていく。ダメージ同じぐらいかな。あー、そうっす。なんかあれ力高いですからね、1ヒットでも。はい、お、設置がなんかめんどくさいか。ジャンプ飛ばし決め、シュート早かった。さあ、なんか自動的になんかフェイントになっている。やりましたね。さあ、お互いなんかすごい攻め合いになってる。わーっと、またシュート。さあ、勝ちたい技が炸裂して、そして打つはフェンシング。わーっと投げよう。前に歩き続ける。あっち行け、あっち行けとしゃがえよう。出てくるのは K ダッシュ。 K ダッシュ、おっと、スパイクまで出し切るが音沙汰はない。あー、ガードがちょっと固まっちゃった。おお、さあ、つっついてジャンプ C をやり、たまらずガーキャン好転するが、あーっと、これはキャンセルが早すぎたか。ちゃうちゃうと、皆さんを思う削除希望技。おそらく今そのまま出し切っていればカウンターヒットして美味しい状況だったかもしれないですね。ワンチャンミツバチありましたね、はい、ちょっと惜しかったですね。さあ、これ共通が出てきて前 AB をもらってしまう。うわー、すごい噛み合い方した。うわ、改造人間でもこの差はひどい。基本にあの ND は強いんですけどね。そうですね、すごい強いんだけど効果がない。さあ、ルイコさんよく我慢しているが、やはり徐々に削られていってしまう。あ、無理無理と言いながらなんとか粘る。レッドが当たる。さあ、前転はとがめられない。めり込む。あーあー、だだ、なんかすごい強烈バッシュが入ってた。なんとか M2 出したいけど、これはきつい。やはりちょっとやり慣れていないキャラか。わーっと、スクラップ一丁上がり。ナローがめり込んだときはちょっと惜しかったですね。惜しかったですね、あれ。そう、なんかルイコさんのパワー見たことねえな。確かに。さあ、まずはサイコボールとアインの打ち合い。これ結構顔側辛いと思うんですけどね。そうですね、まあ、リードしてるときならまだ全然いいですけど、ね、あれなんですけど、行かなきゃいけないときが大変ですね。あ、確かにそれは。おーっと、おー、はい、さあ、5回中した。5回中をして、5回中をしてぴったりしてる。え、勝ったのって言いながらとぼけてるあたりが許せないんですよね、このキャラ。自分よく使うんですけど。あー、ここでお互い4ゲージの対照戦、これは危ない。ワンチャンが、あっ、初期さん。さあ、相打ちになって、さあ、カウンターヒットしと、これは美味しいが決定打にはならない。さあ、中段が使って、危ない。さあ、魔法の金ギアまだ当たってない。これは、いやいやいや、これは危ない。さあ、ここ、あっ、これは、あっ、うわー、パオすげえ顔してる。厳しい。さあ、やはり慣れていないから、慣れていないから、とっさの判断が難しい。頑張ったのに。前転を咎めるまでは完璧なシナリオでしたけどね。
おお。今日はまあ半分ちょいは終わった感じですかね。座るは三ツ星さん。はい、それでは始めてください。お願いします。もう紅白常連の三ツ星さん、あーなるほど。三ツ星さんは麦ちゃんをやめてウィップ、無印の頃よく使ってましたからね。さあ、ニセヒロさんの方は変わらず。さあ、ウラシルも今回無印からはかなりのパワーアップキャラでしたキャラですからね。一通り揃ってるし、やっぱり有利キャラにはとことん有利なんじゃないでしょうか。そんなキング対ウラシル、吹っ飛ばしのカウンターがっさり痛い。おしゃがみからしびれなさいを決め、ここで取り抜き光線、後転を読んで D 投げを決める。おそだしになってた。あ、ちょっといざこざがあり、実況抜けてしまいましたが、リードを下ろし、しゃがみに吹っ飛ばし、足元無敵になります。足元がお留守じゃないんです。足元いないんです。本当にお留守だ。キング対 K ダッシュだが、先ほどからこのキングの結構活躍が全体的に今回目立っているので、とかいけるか。お、仕上げ NB が出たが大空にはならない。お、これ早出し。さあ、これ確か兄弟対決かな。お、しっかりと人確認をしている。さあ、シャルイダンス、また画面端。そう、何気に三ツ星さんも無印の時ウィップが本気で上がってましたね。ウィップアテナキムとか その辺でしたからね。 UM でもなんか対戦あの試合で結構ウィップ使ってますからね。はい、だから K ダッシュの勢いを止める。まあ、シャガビーちゃんとヒット確認して長飛出すあたりは本当に使ってるっていう感じです、はい、そうですね。出てきたのは表クリスが1枚。さあ、先ほどこのここだよって言いながら金利を食らったっていうクリスですが、何度かやっていけるか。届かず、これはめくれてない。さあ、このウィップスカシビー絶対これ発動決めたいっていうだけですね。はい、おー、うまい。あー、これは出ない、続かない。おっと、リーディングハイガラ、ここはノーマルで温存。アサシンで行こうとしたが当たって、あれ今日初登場じゃないですか、かすみちゃん。あれ確かに誰かいましたかな。出ても多分1回とか2回ですね。ですよね、全然見かけない。さあ、もう5ゲージあるかすみちゃん、何をやっても暴力と言われる。これは苦しすぎる、これは苦しい。あー、いい打ち。中重ね当てがでかい。さあ、三ツ星さんが止める。あ、お土産、なんか旬屋さんからもお土産。お、早もん勝ち、早もん勝ち。はい、わかりました。旬屋さんからのお土産もあります。秋田からね、来てくださったご当地ガンダムさんのお土産もあります。もうすごいことになってます。はい、早もん勝ちで。さあ、皆さん、早いもん勝ちです。お土産は余ったら俺が全部食いますんで。だから、初期さんを、初期さんのダイエットのために皆さん協力してください。と言った瞬間、すげえ離れみたいに言ったぞみんな。はい、それでは試合の方ね、先に進めていきたいと思うんですけども、試合は 1P はあとはどなたかな。投進いく、 1P ここでサンザマン投進。あ、戦う神が来るって感じですかね。はい、だいぶ
もうなんか KC 前からまたちょやり始めて、あ、なるほど、すぐ戻してきましたね。そろそろ30番試合とかですかね試合数はもう相当なもんになってると思うんですけども、さあもう紅白ではおなじみのかなりの実力者同士が当たる。これはいきなり痛いの当たった。さあ強制連絡には行かず、おーっと下段と見せて、あ、中段と見せて下段でした。わー、うまい。ここは今のはいいですね。あれ本当対空するの怖いんですよね。怖いです、めくられたら終わりですからね。一方的になんか潰されてカウンターヒットもらっちゃいますからね。それもあります。ここで強制レンガ、ここは耐える、1ゲージ溜まるまで耐えるか。おお、皆様、おっと暴れ潰しに前転。さあこれは三ツ星さん非常にいい勝ち方、もう一緒に相撲やりませんかと。で中堅よりがゲージ1本でなんとかいく、なんこれひなこの勢い止めておきたいが、ジャンプシー乗っかり、決定打こそないもののいよりの方がなんか結構与えてはいる、こんな感じですかね。そうですね、うまく距離を取って、そしてひなこもガクラ寸前、ガクラ払い、うわーすごい、と今のはすごい読み合い。さあ一気に攻め立てるイラゴ、これはきつい。お、これマグロだよ。と、やりきりかわしガーキャンもしっかりガードして反撃、相撲なんかやってる場合じゃねえ、俺はバンドが忙しいんだと4ばかりに。キング対よりと、マックス風が大盛り上がりと大盤振る舞い。これは使わずに温存、緩み読んでいた。おお、今の決め、何度か先ほどの鬼焼きの分を取り返してきてはいる。おー、ここはない。いやー、うまい。きっちり削りに行く。さすがですね、今のね。さすがですね。なんか鬼焼きもね、俺どうせ勝つんだから最初にダメージ稼いどきたみたいに見えてきますからね。さあ、三つ星さんは霞一枚。霞が一枚。だがこのキャラ、2枚にも3枚にもなるキャラですからね。だ。これは痛い。魂の白山刀が通り出ました。聖戦と言っても過言ではない。霞本当なんとなくこう空気で出す技が本当にことごとく来る。強いです、強いですよね。あまり強いです。さあしっかり落として、さあここは前転、おっと刀身がなんかすごい一瞬にして構成変わりますね、これ。そうですね、シャガディの打ち合い。さあもうどちらが勝ってもおかしくない、おかしくない状況。体力リードはボンダさん、だがエンペラータイムが来てしまう。なんという、もう発動するしかない。この時間は、いやもう打ってしまう、使わざるを得ない状況。使わざるを得ない、何もない。すかし投げられ、最後はすかし投げられ、投げられで投進勝利。そろそろ実力的に俺だと思うんで 2P はカナさん行きます。はい、千葉勢の池田さんやクリックさんが絶賛した名前なんで、このシリーズで行こうかと思います。俺の負担がだいぶかかるってことですよねでは 2P は、まあ、カナさんこと甲州便所アットニック便器さんなんかアットの後にも同じのようなもんがついてるっていうのが、
さあ、チームの方は闘神はやはりこのチームステカナさんはジョン・バネッサ・パオ、なかなか珍しい構成ですね。さあ先鋒戦はベニマル対ジョン。さあこれはちょっとやはりジョン側が、まあ、ゲージもないのでやっぱ自分から行って端に追い詰めていかなきゃいけないと思うんですが、そこまでのが大変そうですね。さあなんだなんだ、なんかいきなりもう蹴り連発してんだけど。さあ後転はとがめられずに足払いもらって早い。さあやはりペースを握られるとゲージのないジョンは開始手段が乏しい。歩いて D 投げ、めくりは後転して、さあ中段から避けて中段中段、さあ果敢に攻め立てていくのはカナさんのジョン。さあここは投げを釣る、カナさんの動きは非常にいい。さあ中段決めて、さあさすがに粘って中段ガードしてベニマルコレダーからの、さあおっとなんかすごいごちゃごちゃになっているが、ここはさすがに届かずか。先方戦取るのは闘神、闘神じゃない間違えた、カナさん。さあ非常に展開が早いですが闘神の中堅より、さあカナさんちょっとでも粘りたいですがさすがに体力が少なすぎるか。さあ先を読んでの大ジャンプ、危なげなく闘神が取り返して中堅戦出てくるのはバネッサ。さあ投げて、さあこれはやってしまう。さあここはバネッサも一回かぶるとちょっと大変。さあ走り込む、さあバネッサやはりまとまったダメージを奪いに行くのが非常に難しい。さあここは確定か。さあ非常に間合い管理がうまい闘神、しかしあーっとこれは結果的には美味しい。さあちょっと安かったかもしれないがまたまたダメージを奪う、スライディングにマグロが確定してしまう。さあ試合は混戦模様、出てくるのはパオ。さあ跳ね返して、ここは最低限ゲージを残しつつ倒したい。ここは気合の投げで対照戦につなぐ。お互い体力はマックスだがゲージ差が1本ぐらい、闘神が有利か。出てくるのはカスミ。さあ開幕前転から2ゲージ使って、ああ一気に半分、ここは使っていくが冷静に落として、さあこれはちょっとまだわからないんじゃないか。さあ突っ込んでいく、さあお打ちして後転、後転はとがめられない、今のは惜しい。さあ走り込む、さあここで発動、いやー確かに今のタイミングの発動はうまかったが最後はエンディに引っかかってしまい勝ったのは闘神。さあ残り 2P 側がちょっと少なくなってきましたが、残っているのは、まあ後から来た人もね言ってもいいと思うんですが、ナルトさん、モアさんは、レチオさんと ATM さん、シュンヤさんあたりですかね。さあ座ったのはモアさん、それでは始めてください。さあ闘神対モアさんは結構珍しい、久しぶりな気もするけど、さあカナさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやもう M2 やろうと思ったんですけど最後は冷たくやられました。ワンチャンありましたね。ワンチャンありました。霞のゲージがゼロだったんでね。さあ試合の方は闘神対、モアさん。あモアさん久々に全部赤っすね。あそうですね、ちゃんと表チームというか純正の方だったんですね。はい。さあダッシュ投げ決めて、さあめくりをしっかりガードしている、しっかりしてた今の。
うわすごい音、対策っぽい感じなのかな、あれ感じですね、あれ結構あれ強いですからね、ガードさせちゃえば。おーっと、あー正面から裏を勝手に向いてしまう。おーなんかいろいろ困惑した、ちょっと投資に流れが向いている。バーキャンでここは無理しない。さあ、まさに何とか一発当てておきたい。シャービー。やっぱしっかりしてますね、あの最後やっぱ行かなきゃいけない時に、そこに置いてあるのが自分もダッシュしてしゃがみっていうのが、やっぱ本当このゲームずっとやってると本当重要に見えますね。 よくありますよね。さあちょっと怪しかったが、なんとか落として、あ MB なってしまい、画面端を追い込まれて、これだ強気の選択肢、イチこれだ、バーキャンでハイス。さあ全て防ぎ切っている。さあ今のもちょっと、今のもまたジャッシュが噛み合う、お互い走る、裏ロバの持ち味がいかんなく潰されてしまった。硬いですね、硬いですこれ、さすがの風ポンザ城、ポンザ城俺も負けてよかった。硬すぎる。いやここで使う、親父が頑張ってきたはずだが、うわ3コレだね。たまらずガーキャンシー4コレだ。さあ完全に乗ってしまっている。こうなるとベニマル最強キャラ、もうそう、何やってもいい状況ですから、何やってもいい状況ですからね、さえ残しておけばみたいなところはありますよね。今なら強雷神やっても当たるだろう。さあこれはもう回す後がない。さあしかしガードも硬い、ポンザガードが硬い、冷たすぎる。さあ最後は反動三段、冷たい。モアさんこの野郎とは